レートメモリー。皆さんこんにちは、レッドです。今日は私どこに来てるかわかりますか？そう、見てください、シュワラスターの本社に来ております。今回私はこのシュワラスターにエヴァンジェリストになるためにやってまいりました。では実際行ってみましょう。はい、皆さん、ここがシュワラスターのガレージです。そして今回僕がお世話になる平野さんを呼んでみたいと思います。平野さん、平野さん。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、洗車の基本をマスターしていただきますので、はい、頑張ってください。頑張ります。では平野さん、洗車をする上でまず何がこう必要になってくるんでしょうかね。まず服装ですね、はい、時計とかついてると、ボンネットとかね、ボディに傷をつける可能性ありますので取っていただくとか、あと服装もなるべく金属がねついてないものを身につけていただいて、はい、くることが大事です。車を傷つけない配慮をすればいいですね。そうですね。そして次にですね、天候ですね、やはり、日中、天気がいい時、洗車日和なんですけれども、あったかい時っていうのはやっぱりシャンプー液とかコーティング液が、固着したりシミになる可能性が出てきます。なので午前中少し気温が低い状態とか、あと夕方、に向けてですね、気温が下がった時に、やっていただくのが一番、リスクも少なくて仕上がりが綺麗にできます。皆さん、夕方とかそこら辺がいいらしいですよ。それではレッツスタート。今回はレッドではなく、シュワラスターの平野先生に洗車の基礎を教わっていきます。今回はよろしくお願いします。じゃあ水をかけて。あ、平野さん、すいません、今更なんですけど、エヴァンジェリストって何ですか？エヴァンジェリストはですね、シュワラスターが推奨する洗車方法を教えてる人ですね。教えてる人、つまり洗車のプロってことですね。そうですね、そうなりますね。ということは、僕はその洗車のプロになるためにここに来てるわけです。はい、わかりましたか？すいません、続けてください。はい、まずですね、水を上からかけていきます。基本的には、上から下に上から下に汚れを落とすようにしてますね。床材でですね、落ちる砂ぼこりを下にこう流してくる形で水をかけます。ただ水をかけるだけじゃなくて、こう砂ぼこりをね、下に流していくような形で意識して水をかけてください。そしてあともう一つ大事なのは、水をかけるだけではなくて、やっぱり、ここのボンネットとかですね、あと、屋根もそうなんですけども、気温が高くなっていると、カーシャンプーとかがシミになる可能性が出てきます。なのできちんとこう冷えてるかどうか、これを少し触って確認してください。そこがポイントになります。次は平野さん、何をするんですか？はい、このシャンプーの作り方を教えます。これはカーシャンプー1000ですね。そうですね、はい、はい、じゃあ今回、シュワラスターのバケットを使っていきます。ここにメモリがついてますので10リッター入るんですけれども、缶シャンプー1000、4リッターの水で希釈しますので、キャップ4杯入れて、4リッターの水で希釈していきます。1、2、3、4杯、4杯入れた場合はメモリの4まで入れればいいですね。そうですね。こちら、シャンプーを作ります。こういったノズルがある場合はストレートにしていただくと、泡立ちが良くなりますので、ちょっと見ててください。はい、はい、いきます。わお、こういう形でストレートで、泡を作っていきます。泡が作りやすいですね。でですね、ここからですね、シャワーに切り替えていただいて、まだちょっと泡がね、こう気泡が粗いですよね。こう粗いと、泡が消えてしまいやすくなるので、これをこうきめ細かな泡に、クリーミーな泡に変えていくのに、このシャワーを使います。見てていただくと、あ、徐々に細かくなってる。細かく、おお、はい、これでクリーミーな泡が完成です。
はい、じゃあ泡を取ってですね、少し絞りながら全体に泡を回していきます。でこの時一方向ですね、円を描いてしまうと傷が、汚れをかみ込んで傷つけてしまう。なので汚れを一方向に洗い流すような形で優しく洗っていくのがポイントになります。ガラスの場合もね、上こういう形で、でここに汚れが、ついてます。でこれを中にバケツの中に入れてしまうとバケツの水が汚れてしまいます。でその中には埃だけじゃなくて砂も入ってますので、ここにも入ってついてますが、これは外でバケツの外で一回絞ってます。でこの上澄みをまた使うんですけども、バケツの水はだんだん汚れてきますので、砂も中に入ってるんですね、多少は。で砂は重いのでバケツの一番底に沈殿します。なのでバケツの底からですね、こうやって水で泡を取ろうとすると、ここに砂が入ってますね。それで洗ってしまうとやっぱり傷ついてちゃうんですね。なので外で絞ったら上澄みを使って洗っていく、これがポイントになります。そこを使わないがポイントですね。はい、洗車楽しいですね。じゃあ、続いていきます。一番高いランですね、高いところから、下に向かって、シャンプー液を流していきます。こういった隙間のところにね、シャンプー液が、溜まってしまって、洗い残しが出ちゃいますので、まあ、この辺は入念に、シャンプー液を流します。またこういった風量の骨とかヘッドライトとか、こういったところにはシャンプー液が残りやすいので注意して、洗ってくれます。では平野さん、拭き取りのポイントをお願いします。じゃあ水滴の拭き取りクロスを使います。四つ折りにしていただいて、進行方向、折った方進行方向、上から下に一方向でこういう形で少し軽く跳ね上げるような形で拭いていくと、もう水滴がね、わからない。上から下に一方向ですね。ここで円を描いたりしてしまうと、やっぱり傷になることがありますので、一方向。あとですね、まあ、今ボンネットですけれども、屋根とかちょっと高い、背の高い屋根を使う、水滴の、拭き取りをするときは、こうやって広げていただいて、力入れずに軽く引っ張るだけでピチンと水滴が全部取れますので、ね、こういった裏技もあります。おお、水滴が取れた。上手、取れますね。ここで最後に動かす、少し最後こうやって浮かせて押し続けちゃうと、せっかく吸ったのが出てきて、圧で、指の圧で、なので少し軽く浮かせながらピッ、そうすると取れやすい。拭き上げが完了しました。キラキラです。ボディがピカピカになったので、いよいよお楽しみのワックスの方をかけていきます。あ、ちょっと待ってください。ですね、ワックスをかける前にまだ見えない鉄粉というものがついてるんですね。はい、それを取らないとワックスの、効果が最大限発揮できません。じゃあ教えてください、鉄粉取り。はい、じゃあこれが粘土クリーナーです。こういう形でですね、伸びます。少しこうこねていただいて、少し柔らかくなってきますので、で手のひらサイズ、厚さ1センチぐらいの手のひらサイズにしてください。はい、このぐらいですね。じゃあこれでシャワーをかけながら粘土クリーナーを使っていきます。でも平野さん、このボディめっちゃツルツルで鉄粉なんかついてないと思いますけど。
や、これはですね、見えないだけで実はついてるんですね。この、付属の血粉確認用のフィルムですね。フィルムで確認できます。え、こんなので変わるんですか？ついてます。なんかザラザラがすごいわかる。血粉だらけだ。じゃあ、粘土クリーナーなんですけど、水をまずシャワーでかけながらやっていきます。こすっていくような、イメージがあるんですけども、粘土クリーナーはこの粘土の重さだけで滑らせるだけ、優しく滑らせるだけで十分取れます。方向は縦横、こう円を描いたりはしないで縦と横で、仕上げていきます。鉄粉が取れたということで、いよいよワックスの方を行っていきます。いや、ちょっと待ってください。え、まだ水垢が取れてないので、この、スプリットクリーナーで水垢を取ってからワックスを仕上げていきます。まだあるのか少しね、コンパウンド入ってますので、よく振ってください。付属のスポンジが付いてますので、ここにですね、500円玉程度の機材を垂らします。はい、じゃあスピリットクリーナー使っていきます。いきなりですね、こするのではなくて、何点かやる範囲を決めていただいて、で、スタンプをします。で、軽く液材をこう縦横で流していきます。伸ばしていった後に、スポンジで擦ります。この時に力を入れるんですか？このスポンジが少し潰れるぐらいの力加減で大丈夫です。で、水垢を落とすのと、あと小傷を消すのが目的なので、傷とか水垢が汚れが落ちた段階で拭き上げていく。この液剤は白くなってきますけれども、乾かす必要ないので、乾く前に拭き取るのがポイントです。なるほど。じゃあ拭き取りはこのマイクロファイバークロスを使っていきます。これは本当にきちっと拭き取ってもらえたらね、特に拭き取りのポイントとかないですか？それは液体が少しこちらのタイルのところクロスの方につきますので、綺麗な面を使って最後にちゃんときれいに拭き取ることがポイントですね。はい、平野さん、もういいっすか？もういいっすか？はい、OK です。はい、出ました。皆さん、ここでいよいよマンハッタンゴールドワックスをかけていいみたいです。いいですよね？はい、やった。じゃあこれからワックスをかけていきます。ワックスを、まずスポンジですね、を水につけて少し絞ります。スポンジを絞ったらですね、ワックスをつけるんですけれども、少し、圧をかけながら90度、このぐらいの量でもう十分です。はい、で、これをワックスをですね、スタンプしていきます。これを塗り伸ばしていきます。これも縦横ですね、円は描かないようにしてください。はい、このような感じで仕上げていただいて、クロスで拭き上げます。で、ワックス拭き取りクロスで拭き取ります。少し乾いた状態で拭き取ってもらえばいいんですけれども、これで仕上げるつもりではなくてですね、軽く塗り伸ばしような感じ、薄く塗り伸ばしてください。で、最後にこちらの表面仕上げクロスですね、このクロスを使って仕上げます。ポイントはやはり最後にここにワックス成分がつきますので、最後に綺麗な乾いた綺麗な面を使って最後拭き上げます。はい、これで完成ですね。そして本来は足回りから洗車をしないといけないんですけど、なんでですか？それはですね、ボディを先、洗ってしまうとホイールを洗った時に泥がこう跳ねますよね。あとこういったスプレーのコーティングだったり、そういったものもボディについてしまいます。ですので最初に、ホイールとかを洗って、おくことが大事です。それでは、ホイールをきれいにしていきましょう。キュッキュッ。じゃあまずホイールの方に水をかけていきます。シャワーで落ちる汚れを少しでも落とすと目的があります。あとホイールとかブレーキ周りですね、これ熱で、熱くなってしまう場合があるので、ちゃんとこれで冷やしてあげないと、クリーナーの液剤が染みついてしまいますので、
冷やす目的もあります。で、ホイールクリーナーですね、スポンジに少しかけます。あとは適量ですね、ホイールにかけて、汚れが上から下に落ちてきますので、上の方から洗っていきます。スポンジが星型をしてますので、こうひねりながら、ね、使っていただいても汚れが落ちやすくておすすめです。はい、それで最後水できれいに洗っていきます。それで完成です。はい、じゃあタイヤとですねホイールを拭いていきます。はい、で拭き上げたらタイヤの、コーティングと、あとホイールのコーティングで仕上げを行います。ホイールコーティングをかけます。こちらの付属の、拭き上げクロスがついてますので全体に薄く塗ってください。で付属のクロスで拭き上げます。で最後にタイヤを、コーティングします。付属のスポンジに適量つけていただいて、塗り伸ばします。こちらの先端の溝を使っていただいて、このタイヤとホイールの間も塗れるようになってますので、はい、これで完成です。平野さん、洗車って奥深いですね。そうですね、きちんと下地処理を、ね、していただくとワックスとかコーティングの効果が本領発揮されますので、これをですね皆さんに伝えていっていただければと思います。頑張って伝えれる人になりたいと思います。はい、じゃあこれですね、はい、マイスターの講習を受けた方はマイスターのバッジなんですが、今日はですねエヴァンジェリストの称号であるピンバッジお渡ししますので、ありがとうございます。これからも、頑張って教えてください。わかりました。人に教えれるぐらいになります。なれるのかわからないですけど、頑張りましょう。頑張るしかないんで頑張ります。まあわからなかったら師匠に聞きますので、ピアノ師匠にお世話になります。はい、いつも待ってます。それでは皆さん、シュワラッサーでレッツカーエンジョイ。はい、そしてここで皆さんに重大な発表があります。私レッド、なんとシュワラスターさんとコラボで今後ね皆さんに洗車の楽しさをね、動画からね伝えていきますんで、その時は皆さん僕と一緒に動画で洗車のやり方を覚えていきましょう。いずれはね僕が洗車の講師になってね、皆さんの元で洗車を教えることが出てくるかもしれないんで、楽しみにしててくださいですよね。はい、お願いします。じゃあチャンネル登録よろしく。はい、洗車の、何か、分からないことがあった場合はシュワラスターの、シュワラスタークラブの中から、ご相談ください。 URL は下にあります。ここら辺からここにあるよ、多分ここら辺にあるよ。みんな説明欄見てね。はい、ありがとうございました。